こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流潜水艦が来年3月には海上自衛隊に引き渡しされる。そう、流型潜水艦ではリチウムイオン電池を採用している。11番艦と12番艦がこの電池を採用だが、このリチウムイオン電池で使用されているリチウムの資源が少ないということだ。今回、このリチウム資源について詳しく見ていきますね。だが、軍事的観点から見ると、その見方は変わってくる。海上自衛隊の最も新しい潜水艦といえば、双竜型11番艦。桜竜と同12番艦の桃竜だが、前者は2020年に、就役、後者は2021年の就役予定で、最終の準備が進められている。桜竜は2020年4月に母港となる、広島の5基地に配属され任務についているが、この前後にも多くのマスコミに桜竜の就役のニュースは報じられ、その関心の高さがうかがえた。桜竜がここまで注目されたのは、ひとえにそれまでの通常動力潜水艦の登場から1世紀にも及ぶ期間に用いられてきた鉛製のバッテリーに変えてリチウムイオンバッテリーを採用したためだろう。このリチウムイオンバッテリーの実用化によって、それまでの流型10番艦まではディーゼル機関、スターリング機関、鉛製バッテリーとモーターの構成だった機関部を変更することができた。具体的にはディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターの2つの動力源に集約し、従来の非待機依存推進システムであるスターリング機関を廃止して比差し、それを上回る連続航行能力を獲得している。従来のスターリング機関も海上自衛隊では通常動力型潜水艦の先行航行中の貴重な動力源として用いられていた技術だが、設備の大きさに比して出力が小さく、先行中の速度も遅いという問題を抱えていた。今回、桜竜からこれを廃止しても、それを補って余りある性能をリチウムイオンバッテリーで確保したことが、画期的なことで、容量、出力などのスペックに加え、スペース効率の向上にも寄与している。これは、限られた狭いスペースを有効活用しなければならない潜水艦の設計において、自由度を上げ、実際の運用上からは、乗務員の居住性の向上など、折からのジェンダーフリー対応にも役立つ可能性もあるだろう。また、スターリング機関を廃止した利点は、3つの動力源それぞれの残量を管理しながら作戦行動を行う運用をシンプルにし、ディーゼル燃料と電池残量の把握に絞れたことの貢献が大きいとも言われている。こうした動力源の残量という観点からは、最新の原子力推進型潜水艦では、核燃料棒を一度積み込めば、退役まで交換が不要な艦艇も建造されており、この点非常に優位性があることは、言を待たない。
また、原子力推進型潜水艦は出力も大きく、水中航行時の速度や連続航行時間に優れていることは確かであるが、建造費が非常に高価であり、よくできた通常動力型潜水艦より船縮性に劣るとも指摘される。ただ、日本をはじめとしてオーストラリアなどのように政治的理由から原子力推進型潜水艦の導入が困難な国もあるが、欧竜の登場はそうした国々に限らず、通常動力型潜水艦の新たな可能性を示したといえる。例えば、イギリス海軍でも潜水艦の動力源は原子力推進型のみとなっているが、使用後の潜水艦から原子炉を取り出し安全、安価に処理する方法は確立されておらず、退役艦は特定の港に放置、係留されたままだ。こうした処理までを考えた場合には、発電所と同じく原子力そのものを人類が制御しているとは言い難く、同様な性能を通常動力型潜水艦で得られるとするならば、イギリスやアメリカの方針も回帰するかもしれない。さて、欧竜が実用化したリチウムイオンバッテリーであるが、従来の鉛製のバッテリーに比して大容量で充電時間が短いという利点を兼ね備えている。これが欧竜まで実用化されなかったのは、リチウムイオンバッテリーが衝撃に弱く、最悪の場合発火する可能性をはらんでいたためであり、軍事兵器としての潜水艦での使用に耐えうる安全性の確保が課題だった。欧竜のリチウムイオンバッテリーは開発した日本のGS 湯浅社と潜水艦建造技術の向上によって実現したものだが、当初の予定よりは遅延し、コストも鉛製のバッテリーよりも高額となった。このため、欧竜の建造費は10番艦、昇竜の約520億円から140億円増の約660億円に高騰しており、最新の東流ではさらに約690億円と3割以上も上昇した計算になっている。またリチウムイオンバッテリーの製造に必須のリチウムは生産量、埋蔵量ともに南米のチリが世界最大を誇るが、同国の大手企業の株主に中国系企業がなるなど、中国の囲い込みが懸念される。中国自体でも、リチウムの埋蔵量は、現状チリに次いで多く、さらに、産出量でも、チリ、オーストラリアに次ぐ世界3位と、非常に優位な、市場環境としており、レアメタル同様に、水面下での争いも必至だ。潜水艦搭載用のリチウムイオンバッテリーの技術では世界の先端を走る日本だが、石油などと同様に大元を安定供給できる体制を構築しなければ、非常に危うい状況に陥りかねない。